とは何かと言いますと、動画編集、ホームページ制作、パソコンサポートなど、パソコンに関わる困ったを解決するために指名をいたしました。現在のプラットフォームは、ここならというインターネット上で技術を提供し、料金をいただくという形で、動画編集、ホームページ制作、SNS 動画等の作成をメインに行っております。目的はこちらの通りになっております。ここで、屋号の由来ですが、オフがするということと、あとオフするという箱いっぱいという英単語があるんですけれども、こちらを組み合わせてですね、パソコンという箱にサービスをいっぱい詰めてお届けしたい、さあそれ誰がやるの、オフでしょみたいな感じでオフすると名付けさせていただきました。でこのオフするのキャラクターがこのように箱から出てきてオフすると言っている形になります。それでは子ども向け YouTube は動画編集パソコンスクールについて説明します。こちらは現在の岩手県で唯一小学生が動画編集を学べるパソコンスクールになっております。もちろん中学生、高校生も受講可能です。動画を作る工程で想像力、構成力、デザイン、ワード、Excel 等の基本操作、IT、エネルギーリテラシーの4分野の知識を得ることができます。今回の事業創設のきっかけです。自分自身の子供の行動をまず観察しました。私自身、小学校1年生の子供と保育園の3歳の女の子がいるんですけれども、この子供たちがよく好んで YouTube の動画を見るんですね。で、そうすると、タブレットの操作も好きなことですぐ覚えるんですよ。で、これを見たときに、じゃあ実際に作るのもできるのではないかと思って、この授業の創設を考えました。でこの授業を行うことで、企画力だけではなく、今後社会で必要であろうパソコンの技術や情報利用の考え方も、今まで私が培ってきた経験や技術で伝えられると考えました。また、高校生の娘さんがいらっしゃる知り合いの方に聞いたところ、最近の高校生は動画編集をして、動画を出して宿題を提出する。もあるそうで、実際に簡単でもいいから動画いじれたらいいのにというお声も聞きました。それを聞いて、小学生だけではなく今の子どもたちに動画編集という技術や知識は必要なんだなと感じました。動画の資料動向になります。こちらはですね、右肩上がりに上がっております。2023年も昨年よりも成長すると見込まれます。また今後も成長する市場です。このスクールはですね、 YouTuber を育成するというわけではなく、使い方、編集方法を伝えて将来的に必要なパソコンの知識や動画の知識を得て、これからの社会に役立てていってもらうという目的です。ただ今後は動画を作るのが当たり前の世の中になり、特にこれからの子どもたちはその技術や考え方が求められてくるはずです。このグラフからも分かるように、動画の規模は大きくなってくるため、動画はもう見るだけではなく、作ると当たり前の世の中になってくると思います。小学校のうちから動画制作に慣れ親しみ、最初のハードルを下げて、使い方も手助けもできるのがこのスクールとなっています。スクールの目的です。大きな目的としては、パソコンを使うことが楽しいと思える体験の提供、そしてツールとして使うことができる人材の育成です。それを達成するために4つの行動を行います。まず楽しむ。これは子どもは楽しくないと続きません。なのでパソコンや動画編集の楽しさを伝えます。続いて学ぶ。こちらはパソコンの使い方、動画編集の方法、 IT リテラシーを学びます。この学んだことをですね、考えてどう使うかを、考えます。目的の動画を作るための方法も考えます。そして考えた後に実際に行動して動画を制作してみる、編集を通じて様々な経験を得るということで、この4つの行動を行うことで、ツールとして使うことができる人材の育成を行います。スクールで学べることです。まず、想像力、構成力。こちらは、YouTube や動画を撮影するときのシナリオや企画、構成を行います。次に、デザイン。こちらは、絵を描くということではなくて、YouTube にはサムネイルという最初の画像が表示されるんですけれども、それをどういうふうに作るか、あとは動画にどういうふうなテロップをつけるかとか、どういうふうに見た目が良
ります。4つ目、 IT ウェブリテラシー。こちらは YouTube に動画をアップするときの個人情報などありますので、そちらで上げてはいけないものだったり、気をつけなくてはいけないことを詳しく学ぶことができます。その学べることからですね、親はこういうふうに思います。これから学校や社会に必要になるな、次にネットリテラシーも教えてくれるといいな、で最後に親も一緒に勉強できる。でこれは何かと言いますと、スクールの帰りにですね、お子様が今日こういうことやったんだよと、あとは、スクールを見学した親がこういうふうに今やってるんだというふうに、見ることで一緒に勉強できるということになります。また親はですね、教える側の講師にも目を向けます。で講師はどういう人かというと、実際に YouTube の編集を行っている、私自身が講師を行いますが、実際に YouTuber の編集も行っていますので、こちらも安心材料かと思います。2つ目、就労支援講座等の講師、パソコン講師の経験、実際に教えたことがある人とそうじゃない人が教えるとなると、やはり講師の経験がある人の方が有利だと思われます。続いて IT パスポート処理、こちらは IT ネットリテラシーのことについてしっかり教えれるということになります。あと不足ですが、子どもがいる家庭ということで、子どもを預けるためにやはり子どもを慣れている方が安心するだろうと思い、こちらを作らせていただきました。続いてクラス紹介です。小学生をメインに説明させていただきます。小学生は低学年クラス、中学年クラス、高学年クラスと3つのクラスに分かれます。まず低学年クラスはパソコンの使い方、動画編集方法は無料デザインアプリを使います。次に中学年クラスは撮影道具の使い方、動画編集方法はパワーポイントを使います。高学年クラスは IT リテラシー、動画編集方法はフリーソフトを使います。このように低学年から中学年、高学年に向けてどんどんレベルアップをしていきます。中学生クラス、高校生クラスを使う場合はですね、 IT リテラシー、動画編集方法はフリーソフトを使います。同じく高校生もそうなんですが、高校生はですね、情報分野の、授業が出てきていますので、こちらも、ものも実際に使えるように行います。それではですね、実際どういうものを作れるのか、簡単に制作したものがあるので、こちらをご覧ください。これ小学生1年生が作ったものです。はい、このようにですね、なかなかない処理の仕様みたいな感じでなっているんですけれども、こちらの動画はですね、小学1年生が無料アプリで作成した動画になります。やり方を覚えると結構簡単に作成することができます。はい、では、ターゲットです。小学生をメインに説明します。現代の子どもたちはですね、 YouTube など多くの動画に触れています。その中でも、動画の中にいる子どもに憧れる傾向があります。子どもが子どもに憧れるということですね。その憧れている子どもたちの中に動画を作ってみたい子どもは、多い可能性があります。そこでターゲットとしてはこちらですね。まず子どもが動画編集をしたい、親も動画編集をさせたい、続いて子どもが動画編集をしたいけど親はあまり興味ない、続いて子どもはあまり興味ないけど親がさせたい、で最後が動画編集にどちらも興味がないよというところですね。この ABC のところですが、動画編集をいかにやりたい、やらせたいかと思うかがポイントになってきます。そして要素が3つあると思います。まず1つ目は子どもがやりたいか、親がさせたいか、続いて要素2、これから活用できる技術か、この2に関してなんですけれども、こちらはですね、市場動向のところでも言いましたが、今後は動画編集が当たり前の世の中になってきます。これからの世の中で動画編集の知識、技術が持っている絶対はそうはないということで、こちらは、大丈夫かと思われます。ロートさん、金額は妥当か、これは支払いができる金額か、あとは複数の習い事をしていても返答できる項目かということになります。その説明を次に聞かせていただきます。料金設定は1ヶ月月4回で7500円、月2回で4500円です。授業時間は1回60分を想定しています。
設定理由としては、一般的な子どもの習い事の金額は平均世帯年収の 4-5% の金額と言われています。そこで岩手県の平均世帯年収、これは令和元年度ですが、391万3000円の 4-5% の金額より算出いたしました。こちらのですね、名称がその表になります。左は複数の習い事の部分、ここが 4-5% の、平均子ども数が1人1個の 4-5%、 続いてこれが 1.458 の 4-5% ということで、この 1.458 って何だということなんですけど、これは今小学校1年生の、岩手県の時の合計特殊出生率の平均になります。これを、4.458 を使わせていただきました。このことからですね、この赤枠のところは、この月4回の7500円が十分に支払えるところ、続いてこの青枠が月2回4500円が十分に支払えるところになります。これからですね、第1、第2高校に挙げられるこのスクールが挙げられる場合は、月2回コース、もしくは、月4回コース、十分に支払いが可能ですと考えます。他の教師の違い、差別化です。A から C 社までそれぞれ比較させていただきました。プログラミングスクール、ロボットスクール、オンライン YouTube スクールとなります。岩手県内ほぼ全てのスクールはフランチャイズ加盟ということでしたが、こちらのオプシルは加盟していませんので、 A から C の料金に比べて安く済むことがあります。またここは自宅で行いますので、施設費用も安く済むということで、こちらの費用になっております。また県内唯一の動画編集が対面でできるということで、十分に他のスクールと差別化が生まれると思われます。試験計画です。こちら試験計画になりますが、創業当初は初レッスンのこと4名の生徒です。月4回を週5回、月2回を週3回と想定しています。経営安定後は初レッスンごと8名の生徒、月4回を週6回、月2回を週3回と想定しています。ここで経営安定後ですが、教室ごと8名なので、1人の講師に対して4名の生徒なので、1人アルバイトを採用します。また、貸し施設とかを使用する場合のうち、パソコン等の初期費用はその他で計上させていただいております。ただですね、パソコンの費用は消滅のみかかるので、次の月はもうかかりませんので、十分に収益化、実現化可能となっております。課題と解決策です。まず集客です。学校や教育機関への周知、 SNS、 無料体験学習です。こちらの小学校から、ね、チラシを子供にもらって、表面で興味を持って親に渡すんですね。そうすると親は裏面を見て、あ、そういうものなんだ、詳細を見て興味を持つということですね。続いて無料体験ですけど、地域や教育に力を入れている保育園の取り組みとして、年長のクラスに体験学習を行い、次の年に小学生になった子がスクールに入るということを考えています。続いて施設の、自宅で行うかと、学校や教育施設と共同で行うと考えております。学校ですね。続いて講師の確保です。こちらは先ほど言った通り、アルバイト、パートの雇用を考えています。またスクールの卒業生をパートとして雇うことも考えております。今後の未来です。地域への取り組みと SDGs も含めてご説明します。雇用創出ですが、先ほど言った通り、地域の雇用、労働化、人材育成ということで、こちらは9番の産業と技術革新の基礎を作ろうに当てはまります。続いて、子どもたちによる地域企業の動画制作。こちらは中小企業や商店街などに動画編集をしアクションを取りたい場合があると思います。こちらの機能とコラボして動画をスクールの受講生に作成することで、活性化にもつながり、子どもの社会経験にもなります。こちらは8番の SDGs につながります。次に地域学校へのネットリテラシー講座および情報授業、こちらは教育不足への解消への一歩ということで、情報授業の講座に行う、情報授業の講座を行います。17番の SDGs に当てはまります。最後に市学長や滝沢市での体験活動で、これを地域間の格差の解消へ一歩ということで、4番が当てはまります。これらを通してパソコンを使うことが楽しいと思われる体験の提供、ツールとして使うことができる人材の育成を目的として活用していきたいと思っております。以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございます。